たくさん誘ってくれてありがとう。いつもの声が聞こえてくるんだ。このままじゃいけない、このままじゃいけない。川の流れに滑り落ち飲み込まれそうだ。このままじゃいけない、変わらなきゃいけない。遠い夏の夕日に会いたい。傷つけ合うことを避けて歩いた。君の悲しみに気づけなくなった。鏡に映った痩せた男は、本当の俺の形なのかい。このままじゃいけない、このままじゃいけない。握りしめた拳のまま君を愛したい。諦めちゃいけない、ため息じゃいけない。巻き戻せる人生ならいらない。時は矢のように俺を突き刺す。いつもの声が聞こえてくるんだ。このままじゃいけない、このままじゃいけない。川の流れに滑り落ち飲み込まれそうだ。このままじゃいけない、変わらなきゃいけない。燃えるような夕日に泣きたい。君と今まで5回ほど一緒に同じステージに立ったことがあってね、当最初は確かね1999年、20世紀の話だね。それからね、最近やったのがね、と言ってももうすでに3年ぐらい前なんだよね。そのね、5回やったのも全て、ギタリストとしてゲストでギターを弾いてくれたっていう、立場だったので、今日はね初めてその、シンガー小口慎一太の今プレッシャーかけてももう終わったか。シンガー小口慎一太のね初ちゃんと、すごい今日楽しみにしてきたんだよ。なんかこう人柄がすごくにじみ出た音がいっぱいあったね。彼と知り合って最初の頃はいろいろ付き合いがあって、その後ね、彼もそのユズの、ツアーギタリストとか、それからミスチルのツアーギタリストとかやっててね、すごい全国回ってるっていう噂も聞いてて、一回その、俺はミスチル大好きなんでね、横浜のライブに一回招待してもらったんだよ。あの時ね6万人ぐらいなのかな、すっげえでかいところでやってて、で俺はその6万人の中の前から5列目で見てたんだよね。
どうだ、いいだろう。もう目の前にミスルがいて、後ろ見たら6万人いるんだよ。すごい光景だったよ。でその頃ね、ミスルの桜井君に俺の NG とひまわりを、当時なんか聞いてくれてたらしいからね、それを渡して、国主の経由で渡してもらったりとかね、いろいろしてたんだよね。今日はね、国主君との、2人のジュニックライブ、今日初めてなんでね、本当に今日は楽しみ、最後までゆっくり楽しんでね。この街で仕事を見つけ、正直に働いてきた。だけど周りの応援なかった。俺に出す最後はノーキー。ここでは俺はイエスマン、従うだけのイエスマン。育児なしでは務まらない。黄金の地の大都会、陽気に生きてくことさえこんなに難しい。街角では不老者たちの起きて、千畑の古事記を見て少しだけ胸を痛め、次の角を一つ曲がればもうすっかり忘れてる。ここでは俺はウォッチマン、眺めるだけのウォッチマン。知らぬふりを決め込んで、不幸の脇を素通り。陽気に生きてくことさえこんなに難しい。街角では不老者たちの本気。夜になるといつも街を歩き回り、何かがつかめそうになるが、それだけだ。ここでは俺はウォークマン、自閉症患者ウォークマン。いつかラッキーにぶつかると信じきって歩いてる。陽気に生きてくことさえこんなに難しい。街角では不老者たちの本気と、昨日一つ分かったことがある。ここで勝ち続けなきゃやってけないってことだ。ここでは俺はセグマン、敵に囲まれたセグマン。座ることなど許されない、正直者のギャンブラー。陽気に生きてくことさえこんなに難しい。街角では不老者たちの本気。もうすでに、いろんな、ところでツアーを回り始めててね、つい、先週か、大分と福岡で、ライブやってきたんだよ。元 ARB の、ギタリスト白浜久志さんとね、2人で行ってきた。大分は俺もね3年ぶりぐらいで、白浜さんはなんか初めてだって言ってね、そんなにまあ大きい声じゃなかったんだけども、お客さんいっぱい来てくれてね。でまあなんていうんですかね、あの小山拓司&元 ARB の白浜久志なんで、客席は圧倒的に男性が多くて、圧倒的に男性が、その中ね、白浜さんが先にライブをやり始めて、で俺は後ろで見てたんだよ。そしたら俺のすぐ近くに、座ってたお客さんがその ARB の曲をすげえこう口ずさんでんだよ。だから ARB のファンってこう全国やっぱどこ行っても根強いなと思ってたら、で俺が始まったら、その同じ男性ファンが俺の歌をすげえ口ずさんでたんだよね。つまりすげえ被ってるってことなんだよね。
こう相乗効果みたいな感じがしてね、2人でやることの効果みたいなのがすごくあったな。で翌日福岡行ってね、福岡はまあ白浜さんの地元でもあるし、まあ、俺も、ふるさとが熊本なんでね、結構お客さんも超満員でね、すごかった。でね、まあ、そういうツーマンライブ今日みたいな感じなんだけども、俺が先に福岡やってね、最後の歌を終わって、じゃあ次は白浜久さんです、最後まで楽しんでくださいねっつってステージを降りたら、そこでまさかのアンコールとか来て、えっとか言うんですね。普通そういうイベントってアンコール来ないよね、普通はね。すげえ油断してたんで、もうすげえ大慌てて勝ち声したりとかしてて、バタバタしたんだよね。でもね、すげえ胸だった、この2人のツアーはね、九州方面、いろいろまた回りたいと思う、俺のふるさとの熊本でもやりたいしね、俺がまだ一度もレッドプロになって訪れたことのない長崎と佐賀、俺の白地図が白いままなので、いつか二人で行けたらなと思ってるよね。で、いろんなところでね、で大分では、久しぶりにその鶏天を送ってね、鶏天って知ってるかな、鶏の唐揚げじゃなくて、鶏の肉を天ぷらにしてカボスを絞って食べるというね。カボスってそういえば大分のシェアが全国 90% なんだってだからほとんどのカボスは大分で絞られてるってことなんだね。それから福岡で、うどん食った。福岡のうどんってね、いわゆるその、なんていうの、最近その讃岐うどんとかがすげえ流行ってるけど、ああいうね、コシのあるうどんじゃなくて全くコシがないんだよで、さっぱり味で、コシがないということが非常にそのなんかふぬけみたいに聞こえてるけど、コシはなくていいんだよ、もともとうどんに。うどんっていうのは基本飲み物だから、つるつるっていうのがうどんだからね。そういうね、熊本もそうだし、そういううどん食ってすげえうまかった、美味しかったな。で熊本帰ってまたいろいろね、熊本名物を久しぶりに帰ったね、いろいろ食ったし、馬刺しとかね、豚骨とかもうコンプリートしてきた。俺はだから東京、熊本から東京出てきて、最初に東京のラーメン食った時にラーメン食いながら、丼の底が見えるんでびっくりしたんだよね。で、うどんを食ってて、丼の底が見えなくてびっくりしたんだよね。日本は広いね。だから俺は東京のラーメンとか東京のうどんとかね、ああいうのはね、別の食い物だと思ってるからね。多分九州また2人で回ると思う。よかったら皆さん、九州旅行とかどうかいい？そうだ、九州行こう。こんな感じで。俺はだから熊本から東京を目指して、白浜さんもそうだし、東京を目指す歌っていうのを今までたくさん作ってきた。それから東京にたどり着いて、東京の中でさまよう歌もたくさん作ってきたけど、改めて明確にその東京から出ていく歌っていうのを作ったのがね、1990年だったかな、その歌を歌いたいと思う。談合坂パーキングエリア。君がいつまでも俺を好きでいてくれるなら、朝が来ても消えない夢を探す旅に出ないか。この街の西の手にあるという、そこを越えればきっと何かが始まる。染める夕日を目
休む二人はダラスをした罪人みたいだ相模湖見えればもう抜け出した気分トンネルくぐる間に何台抜けるか二人で駆け上がれ行こうぜラジオのボリューム上げ夜が始まる切り通しの向こうオレンジの光改装を実行いたしました。途中で、あ今日ちょっと遅れちゃったでも入りやすくなりました。そしてあ途中でトイレ来たんだけど行きやすくなりました。本当ね、ミュージシャンとお客さんに優しいお店になったのでね、非常にね、僕らも喜んでいます。キャバもちょっと増えたということなので。今までもう25人も入ると9で、そして25人も入ると鎌田選手の機嫌が悪くなると思うんですけど、酒以外のも注文してんじゃねえよとかたまにちょっとブツブツ言ってコーヒーだぞこの野郎
自分でそのなんだっけ、あのなんだっけ、なんとかサンド、オープンサンドみたいなのをメニュー入れときながら、お客さんが頼むと怒るっていうね。そんなわがままな店長やりますよ。そうですよ。頼んでね、なんなら頼んでみてみやと。俺はね、ほぼ毎月のようにここでずっとやってきたね。まあここはだから、あのなんていうかな、俺にとってもその出会いの場にしようと思って、いろんなミュージシャンとのジョイントライブをする、場にしてきたんだね。ここでだからいろんなミュージシャンと、初めましての挨拶を交わして、一緒にライブ音楽をやったり、すげえ久しぶりの、ミュージシャンと会って、どう久しぶりって言ってライブをやったり、そんな感じでずっとやってきた。これからもね、ここでずっとそういう感じでライブを続けようと思う。ね、そして俺は去年ぐらいからね、ずっとやってきたライブ、たくさんいろんなところでライブやったんだけど、それがね、どん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 こう次に繋がっていく感じが最近すごくしてね、なんかこうすごくやってて充実感があるんだよね。例えば、去年俺は初めてその岐阜県の海津市っていうところに行って、あのお寺の本堂でライブをやったんだよ。そのお寺のご住職がね、俺の歌をずっと聴いてくれてたらしくて、そのご住職の持ってる、ギターにサインをしたりとかね、そういう、まあちょっと生臭坊主的な人なんだけど、いや嘘です。今のはあのダメだよ、会社フェイスブックとか。そのご住職がね、今年も、声をかけてくれたんだよ。ね、しかもそのご住職のお友達のご住職のお寺でも、やってくださいと。今年はということでお寺ツアーが一つずつなんですね。ほぼ決定なんで、もうね、本当内緒なんだけど言っちゃおうか。5月の31日の土曜日、6月1日の日曜日、岐阜県で 2カ所お寺ライブをやります。また140人の老若男女が、老老男女に近いのがみんなその集まりますので、皆さんぜひ、参加して平均年齢を上げてください。岐阜の、旅行とかどう？そうだ、岐阜県行こう。他にもね、どこだ、愛知県の稲沢市とか静岡県の藤枝市とか、なかなかね、普段は行かないようなところに、最近呼んでくれて行けるようになったんだね。その2カ所も、今年春、やるライブのようになってる。いろんなところで、いろんな出会いがあって、ライブが続いていく感じね、すごく、嬉しいね。その朝、学校に行かない決心をした。ポケットに財布とお気に入りのカーディガンを肩に羽織って、やけどした右手で玄関のドアを閉めて飛び出す。ユリエは学校と反対の方角へ国道を歩く。ユリエとすれ違う何人かは不思議そうにユリエを見てた。ねえパパ、もう二度と私をぶつこともないんだよ。ねえママ、本当は少しホッとしてるんじゃないの。ユリエは口笛でひよどりの声を真似しながら歩く。ユリエはコンビニでジュースとサンドイッチを買って頬張った。とかを見るたび自分を探してるんじゃないかと思った。空はキラキラ輝いて、少し歩けば海が見えてくる。ユリエは思い出す、ずっと前にパパとママで海に行ったね。大きな膝の中、暖かくてずっと丸まって眠ってた。
ちの目つきが嫌と何度も言ったね。ユリエは鼻先で潮の香りを感じてちょっと微笑んだ。教室じゃ今頃彩香とサリナが心配してくれてるよ。先生は絶対真っ青になってるよ。なんだかおかしいな。日記帳もきっと燃えたね。写真も制服ももういらない。国道の向こうにテトラポッドの列がどこまでも並び出す。ユリエは道沿いの低い防波堤に飛び乗って
いつも君たちを守るから、心配しないで、武蔵野新聞という、サイトの取材を受けたんだよ。もうその夜にはね、それはもう記事になってて、デビュー30周年を語るという、その内容の記事が、掲載された。今日もね、その、武蔵野新聞の方が、いらっしゃって、取材をしてくれてるので、また今夜か数日後に、その今日のレポート的なものがあるのではないかと思っております。ぜひ、読んでみてほしいと思う。その中でね、まあ、いろんなお話をした中で、記事にはならなかったんだけども、いわゆるその武蔵野、吉祥寺のイメージっていうのはどんな感じなんですかって聞かれたんで、俺の年代で、吉祥寺で思い浮かべるのはあれなんだよ、テレビドラマの俺たちの旅なんだよ。中村雅俊さん、夢の旅路はこの葉模様の石畳、まばゆく白い長い壁、ね、懐かしいなこれ毎週見てたな俺。それがあの吉祥寺の舞台だったのね。まあそれここが吉祥寺だったということは、まあ後々知ることになるんだけどね。俺が東京に出てきた頃、あの30年以上前の吉祥寺、まあ、よく遊びに来てたんだけども、なんかね、いい感じに小汚くてでもこう緑もたくさんあってね、非常にその風通しのいい街ってイメージがあったんだよね。吉祥寺は、今や若者が、東京で住みたい街ナンバーワンなんだってね。めっちゃ家賃高いです。でね、その非常に洗練された感じにもなったし、そのなんかこう狭いこう路地裏みたいな、あの戦後 の路地裏みたいなのが名残で残ってたりとかもする場所もあるしね。結構好きな街だね。焼き鳥屋の伊勢屋とかよく行ってたしね。まああれはまあ鉄板か、みんな必ず行くか。あ、そうでもないか。一度行ってください。武蔵野新聞、多分俺のフェイスブックとかからね、あの、リンクしてるから、ぜひ見てね。Man
してビルの影でチャンスを伺いながら幻の30周年 のライブを、やって、そのライブの、CD と DVD にしたり、それから30周年を記念した、詩集を出したりとか、いろいろやってます。ライブが終わったら、もう一杯お酒を注文する。ついでにちょっとこの辺を覗いてみてくれると、ありとあらゆるものが出てあるので、なんだったら、どういう内容か私が説明します。私にお金を払っていただくと私がお釣りを返します。本当？買っていただいた方にはもちろん、無駄なくサインを差し上げますので、ふるってご参加を。小口君、さっき聞いたんだけど、小口君なんか物販ないのですか？僕ないですって爽やかに言われてしまったので、あ、ないですか、なんか持っておいでよ。なんか持ってこいよ。寂しいじゃねえけど、なんか記念に買って帰りたいじゃねえかよ。CDL でも何でもいいんだよ、もうこうなったら。そういう店なんだから、あ、違うか。
最後もう一つミュージシャンに優しくないかな、この店コンシェルジュ浜田店長、はい、控室お願いします。次は控室を2階 の、 あのマッサージ店をあの買収してください。なんてことそこにいないよね。よ、じゃあ2人でやりますよ。どうですかこのツーショット、3年ぶりの。いや初めてのギターと言いまして、小山さんの初めてのギターは何だったんですか。あ、肩ギター、はい、ヤマハのね、MG360、 あ、その前になんか1000円ぐらいのカットギター買ったんだけど、全然 F が抑えられなくて、あ、このままじゃ音楽が嫌いになると思ったんだけど、あのもう清水の舞台から飛び降りるつもりで3万6000円のギターを買ったんだよ、中学の時ね。そしてまあそのギター未だに使ってるね。あ、本当ですか。仕事場に置いてる。あ、大島は最初に買ってきた古道具屋にあった5000円のなんかギターでしたね。あのクラシボディはクラシックギターなんですけど、こう鉄弦が張ってある、あ、ガットギター的な、ガットギターとフォークギターのアイノコみたいなギターを。あ、俺も最初に買ったのそんなんだ。本当ですか。あ、でこう、あ、どうぞ。全然もう、うまくならなくて、そのギターじゃもうでも僕はあの、嬉しくてですね、もうそのギターをこう太陽にかざして、こう飾って、あ、ここから見る角度の木目がいいなとか、なんかあ、この裏のこのなんかシェイプがいいなとか、そんなことをいつもこう、眺めてましたね。そう、そういう出発点が違うからこう、ギタリストになって、いやいやいや、俺は歌い手になるんだな。いやいやいや、なるほど。でも、買って1年ぐらいはそのコードの存在を知らなかったですね。ああ、わかるんだ、わかる。教則本を見てもこのコードがどうたらこうとら書いてますけど、うん、コードとは何ぞやっていう感じですね。そうそう、最初はそんな、最初はそんな感じだった。はい、いや、なんかね、はい、でもあの今日ここに男性ファンが僕のギター好きの人たくさんいるんで、はい、なんかあの俺たちがこうやってるさ、俺を見ずにここばっか見てる人とかいるんだよ。肉やんと思うんだよね。ちょっと俺が間違えるとニヤって笑うんだよ。あら感じとか。いきますか。はい、はい、ちょっと自分の曲なんでちょっと可愛い小山拓司さんが見れるかもしれません。ハモらせていきます。ではいいですか。はい、では参ります。初めてのギターを抱いて眠った、嬉しくて嬉しくて、テーブルの上で書きかけの歌が君を待ってる。夏と半袖を造作にハンガーにかけて影のってる窓の外を見て、私が来たんだ。それでふと目が覚めたんだ。濡れた路地裏、傘は投げ出しても夢は夢だけは。
を叩くどんどん来い遠回りなら得意も見えさでも遅刻は避けなきゃ帽子を今日は椅子にかけて誰もいない部屋で一人を休ませてあげようああああああ空に信号機はないよ僕は無念で星盗む君への歌を書いてもいえ君には内緒さ この初めてのギターでこの初めてのギターでこの初めてのギターで弾けたそして始めた始めましてララ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 ラクロスビーする主なしちゃんねんアワーハウスもあるあ知らない知らないかいい曲なんだよ一番はい特にないですね。もうちょっといやいやいやもうなんか毎年なんか自分の、あのギターのソロアルバムは出したんですよ自主制作で。あリーフってね。あそうですね。あれをあのいわゆるそのインストのアルバムだからそのアルバムもらってて、うん、今回コウシと一緒にやるってもしその中からやりましょうって言われたらどうしようかと俺ドキドキしたの俺には無理とかいやいやなんかいやもう自分までできない最近できないんですよね本当になんだよまああのネタをバラすとですねちょっと友達の誕生日にちょっとギターのなんかギターミュージックをちょっとプレゼントしようと思いまして俺にはない発想だいやいやそれもなんかクリックを聞きながらなんかもっとなんかもっとなんか安いワインなんか飲みながらなんか酔っ払いながらなんかこうですねまあ再現しますと、まあ、じゃあまあ なんとかちゃうのじゃねじゃあこんな感じかな。作ったんですよだから適当に作ったんですよそれで今まで何の女流したんだよいや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 全然もうそんなもん適当にやったんでなんかね再現できないですね自分もねだからあのアルバム出してこういろいろこれのライブをやってくれとオファーがあったんですが全部断りましたなんだなんだ、ちょっと映像を作るからなんて言ってくれましてじゃあ当て振りでもいいかななんて言ったんですけどダメでしたねもう本当に今惜しいことしましたいいんだか悪いんだか。あはい。それまあ歌物は次はもう歌物を出さなきゃなっていうとこですね。ああ、出そうよ。はい。それ言い続けてもう何年経ったんだろうなって。俺コーラスで参加するから。ありがとうございます。ぜひお願いします。でも僕と小山さんも声量がもう100倍くらい違いますから。いやいやいや。どうね。これこう離れて。じゃあラストの曲をやりましょうか。
大口君に歌ってもらうからね。
めでとう。トークシューシュ。おめでとう。君とは、さっきも言ったように、5回一緒にやったうち2回はその山梨県の鶴ってところでやったんだね。はい、そうですね。すげえいいとこで、1回目に鶴でやった時にはその、ライブハウスをお借りしてやったんだけど、2回目はね、高部座っていうところでやったんだよ。それは小口君の友達の高部さん家でやったんだよ。最高ですよね、あそこね。あそこ最高だったね。はい、あの高部さん家の広いその居間に、座布団を敷いて、本当に近所の方たちがたくさん集まってくれて、いろんな料理とかね、あの手料理とか持ち寄ってくれて、ライブ終わった後に美味しくいただいたりとかね。でステージがあのほぼ玄関先でね、あのリハーサルやってるところはね、もうあの縁側があって、そこからもうダダ漏れだったんだよね。でもね、楽しかったな、あれ。またやろうよ。やりましょう。また行きたいね。行きたいですね。じゃあ、密かに用意したこの曲を。え？正直、これ以上はもうないです。これで勘弁してください。よし、行こう。ワン、ツー、シェイ、フォー。ビル風に背中をどやされ、水銀灯に目をやられた。俺たち吹き溜まりのヒーロー、暗闇で息を潜めてた。ガラクタ雲が這い出してくる。いつも最初からろくなものは持たされちゃいねえ。震えと夏に煽られてる。ダンスは夜ごとに速くなる。ネオンが体を染める頃、ウィンドウの中の黄色いマネキンに恋する。夢の芝へ、夢の芝へ、俺たちはやってきた。夢の島で、夢の島で、俺たちは空へ舞い上がる。憎しみの中から生まれた俺たちを誰も裁けない。本当のことを話してやれよ。お前が思っていることさ、そんなセリフしか吐けないのかい。路地裏の落書きだってもう少しマシなことを言う。夢の島へ、夢の島へ、俺たちはやってきた。夢の島で、夢の島で、俺たちは空へ舞い上がる。
しながら俺たちはさまよい続ける。これからどこへ歩いていこう。アスファルトに張り付いて影を引きずって姫の島へ、姫の島へ。俺たちはやってきた姫の島で、姫の島へ。俺たちは空へ舞い上がる。またやろうね。